はい、皆さんこんにちは。僕は富士フィルムとソニーと、まあ、2種類のカメラを使っているんですけども、ミラーレス一眼はですね、まあ、どちらがどっちっていうね、こうつけがたい部分は僕の中ではあるんですが、この前 XT4 で撮っていたらばおっというね写真がねあったので、ちょっと今日は改めてフィルムシミュレーションの話をしようかなと思っています。はい、皆さん結構ね、このチャンネルをご覧いただいている方々、富士フィルム派っていう方が多いと思うんですけども、この前ね、まあ、色味なんですけどね、色味、まあ、写真はねちょっとね、まあまあなんですけど、色味がね久しぶりにおっと思うのがありました。はい、この写真なんですけど、結構ねいい色味だなと思ってね、僕はね改めてちょっと富士フィルム感心しちゃったんですけど、JPEG ですねこれは。はい、で、フィルムシミュレーションベルビアです。ベルビアで撮ってね、逆光なんでちょっとこう速光は太陽の光に合わせて、ちょっとこう暗くね、撮ってみたんですけども、この色合いなんかね、なんか自分でね、まあ、自分で撮ったというか、この色合いはカメラが出しているんですけども、ちょっとこれいいんじゃねみたいな感じでね、思って、かなりねやっぱ富士フィルムいいなって改めて思った次第なんですけども、皆さんどういう風に富士フィルムで撮られるときはファイルね、どういう風に撮られてるのかなと思って、ちょっと教えていただければと思うんですけど、僕はですよ、僕は一応、まあ、XT4 は、まあ、ダブルスロットなんでね、XT4 の場合はもう一つがロー、一つが JPEG という風に振り上げています。で、XT4 はシングルスロットなんで、まあ、なんですけども一応ねローと JPEG 両方を保存するように1枚のメモリーカードに、こんな設定で撮っているんですけども、僕はだいたいフィルムシミュレーションというと、初期設定、自分のね自分の中の初期設定はアスティアにします。はい、でね、アスティアが僕は一番、まあ、好きというかね、ニュートラルに撮れるなと思っているので、あまり派手さはなく、それでもねこうビビッドではないんですけども、なんかこうねソフトな感じで、色合いが映し取れるので、割と、ね、ニュートラルな感じが好きなので、基本的にはアスティアにセットしてます。で、撮っていく中でこの被写体だったら例えばクラシッククロムが合うのかなとかね、クラシックネガが合うのかなとか、またはベルビアなのかなとかね、まあ、たまにプロビアかな、まあ、こんな感じでね大体ね使うのはだからアスティア、クラシッククロム、クラシックネガ、ベルビア、プロビアと、大体5種類から6種類ぐらいしか使ってないようだと思うんですけども、まあ、たまにねアクロス使ったりとかね、あるんですけど、今フィルムシミュレーション何種類あるんですかね、19種類ぐらいあるんですか。で、ちょっと気になるのは XH2S からね、XH2、XT5 とアメリカンニューカラーを模したというねノスタルジックネガがね搭載されて、でこれねもともと GFX には載ってたんですよね。でね、そのためだけにね GFX なんてね高いカメラね、で1億画素とか何千万画素っていうような、カメラ買うわけにいかないななんて思っていたんですよ。これがね、X シリーズも XH2 から XH2S かね、搭載されたということで、これはね本当ね XH2 とかね XT5 いいなと思うんです。やっぱねエグルストンとかスティーブン・ショアとかね、僕あの辺が大好きなので、まあまあこのフィルムシミュレーション使ったからエグルストンとかシュアみたいな写真が撮れるということでは当然ないんですけども、ないんですけども、やっぱね憧れのこうね、フォトグラファーの写真に近づけられそうな、なんかねそんな感じというか錯覚というか思い込みというかね、いう気がしてね、ちょっとこれはねいいなと思っているんですけども、まあまあないはないのはないでしょうがないんで、一応ね僕はさっき申し上げたようにアスティアをまあ対応しているというか、初期設定はアスティアにしているという感じなんですけども、ねちょっとね、それぞれで、ね、これがね大体アスティアで撮って
った写真ですね。でこの高落ち葉なんかももしかするとベルビアの方が良かったのかも分かりませんけども、あえてアスティオナモアと、まあ、設定を切り替えるの忘れたっていうのもあるのかも分かりませんが、これはこれででもいい味わいが出てるのかななんてね、自分で勝手に思ったりなんかしていますし、もう一つこれは XE4 で撮ったんですけども、まあ、本当にスナップショットなんですが、まあ、曇り空だったんで、まあ、かえってねアスティアで背景がこうちょっとさらっとね、していて、いい感じが出ているんじゃないかなと自分で勝手に越に言っているんですけども、この2枚がアスティアで、ね、さっきベルビアで撮った1枚を冒頭、ね、お見せしましたけれども、これはねベルビアで撮って、ちょっと、ね、逆光で撮ったらねたまたまね、女の人が入ってきたので、いい塩梅でシャッターチャンスができちゃったという1枚なんですけど、これはカラークロームブルーもね、確か今日ぐらいにしてたと思うので、結構いいコントラストで、色合いが出てるのかなと。で最近ね、最近というかその今結構人気のあるねクラシックネガなんですけど、あんまりね僕ねクラシックネガね搭載されたエクスプロ3からねちょっと撮ってみたりなんかしたんですけど、あんまりピンとこなかったんですが、最近割とね、まあ多様というかアスティアほどではないんですけど、これっていう時にね、まあ、これっていう時っていうかちょっとこう遊びたい時に使ったりなんかしてるんですけど、これはね、サルボボというね飛騨地方の、まあ、おもちゃなのかな、ぬいぐるみ、昔からある伝統のぬいぐるみなんですけど、これなんかもねいい味わいの色になっているなと思いますし、この1枚も、まあ、ちょっとね、構図がガチャガチャしていていまいち自分的には大した写真じゃないなと思ってるんですが、ちょっとこのビールサーバーというかね、この蛇口、ビールの出る蛇口のこの質感とかね、これとってもね多分ねクラシッククロームで撮っても良かったかなっていうようなシチュエーションですけども、このクラシックネガ、これはねいいなんか質感出してるなと思いますし、今最後にこの1枚なんですけど、なんかね、お店先で、男の子が立っている写真なんですけど、なんかちょっとこういい味わいがこうそこはかとなくね出ているなと、自分で買ってね、これはもう色合いですよ、色合い、あくまで色合い、がいい感じだなというふうに思ったりなんかしています。まあ、そんなことで、フィルムシミュレーションで、ね、僕ね最初 XE1 の時ね、初めてのその富士フィルムを買った時ですよ、こんな面白い機能があるんだなんてね思っていて、もうプロビアとかベルビアとかアスティアとかね書いてあって、懐かしいななんてね思っていたんで、まあその時はねあんまりねそう思っているだけで特段、まあ、使わずに、まあ、JPEG というよりもローで撮って自分で加工していましたから、特段別にいいフィルムシミュレーション云々なんて思っていなかったんですけど、今はね、ローと JPEG で両方記録しておいて、あえてですよ両方ねちょっとねハードディスクの容量が食われるのがちょっと気にはなるんですけど、ローと JPEG と両方ハードディスクにね保存しておいて、もう撮ってそのままの色合いでこれバッチリじゃんっていうのがねそのままあのローの方はもう置いといて、JPEG の方のファイルで、作品すると、まあそんなことでね、結構なんだろう最近はね、ローを現像するの半分、もう JPEG で撮ったままのねフィルムシミュレーションで撮ったままのものが半分みたいな感じになっている気がしています。まあ、皆さんいかがでしょうか、富士フィルムユーザーの方、やっぱりローでね現像するよっていう方もなのかね、まあ、どちらが多いか、だから、ローが多いのか JPEG がそのまま多いのか、まあ、富士フィルムの方は結構ね 50-50 で僕みたいにね、JPEG でそのままからフィルムシミュレーションで、撮ったものをそのまま使っているという方も結構おられるんじゃないかなと思うんですが、ご意見ぜひコメント欄に書いていただくとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、まあそんなことでね、なんじゃらほいでこのおっさん何を喋っとんだっていう方も中におられるか分かりませんけども、富士フィルムにはフィルムシミュレーションという、まあ、昔以前ね、フィルムメーカーとしての矜持ですけども、富士フィルムが作っていた、フィルムをそのままシミュレートしたような色合いが今19種類かな、あって、プロビアとかベルビアとかアスティアとかさっきは言ってますけど、これね全部カラポジのね、ポジフィルムの銘柄だったんですけど、そういうものが搭載されているということで、まあ、これはね結構あの富士フィルム好きだよっていう人には色合いがいいっていうのが第一の理由に挙げられるんですけど、その第一の理由に付属してとかねっていうか、まあ、第二の理由っていうか、
富士フィルムには富士フィルムシミュレーションがあってこれがとってもいいんだとこういう方が結構多いんじゃないかなと思います。皆さんいかがでしょうか。ぜひね、富士フィルムちょっとニッチといえばニッチなカメラメーカーかも分かりませんけれども、実際に富士フィルムで撮った写真、富士フィルムのカメラで撮った写真をご覧いただくと、へえなんてね、思ったりなんかされるんじゃないかなというふうに思ったりなんかしています。まあ、今ね撮っているのは α7-4 なんですけど、今の最近のね去年ぐらいから出ている α シリーズもフィルムシミュレーションとまではいきませんけども、まあ、それに似たような感じでね、いろんな色味がこうJPEG で撮れたりしますので、まあ、これはこれでね面白いかなと思うんですが、ちょっとなんだろう、自分的には富士フィルムに比べるとソニーの方のこの色味のね、ちょっとこう出し方というか作り方っていうのちょっとね、まあ、際物まではいかないけど、ちょっとこうなんていうか、もう自分的にはですよ、面白いなと。っていうのもあるんですけど、面白いなってあるんですが、いまいちちょっとこうしっくりこないなということで、α7-4で撮るときはだいたいローで撮って、場合によってはその、Mac の、ね、アプリでね、フィルムシミュレーション当てたりして、そんなのがあるんですよ。フィルムシミュレーション当てられるのが、DxO のアプリでね、そんなの当てたりして、遊んだりすることもあるんですけども、やっぱり富士フィルム、まあ、フィルムメーカーとしてのやっぱり一日の賞があるのかなと、というのと同時に、やっぱこのフィルムシミュレーションがあるので、富士フィルムのカメラがなかなか手放せないというかね、離れられないということの最大の魅力になっているんじゃないかなと思ったりなんかします。はい、皆さんどんどん何かフィルムシミュレーションについて、俺こう使ってるよとか、こうだよね、ああだよね、これがいいよねとかね、もうちょっとこうしてほしいよねなんてね、いうご意見があったら、ぜひ下のコメント欄に書いていただくとめちゃめちゃ嬉しいです。まあ取りも直さずね、XH2XT5、ノスタルジックねがな、もうねそれだけのためにちょっと買いたいなっていうね、お金さえあればなんですが、ないので買えませんけども、それだけのために買ってしまいたいなって思ったりなんかするのは、やっぱりこれもフィルムシミュレーションの魅力の如実に表れているちょっとね、部分なのかなと思ったりなんかします。まあフィルムシミュレーション楽しいですよね。はい、まあ、そんなことでね、今日は改めて富士フィルムの色味というか最大の特徴であるフィルムシミュレーションについてちょっとお話をしてみました。はい、やっぱりとってもいいと思います。それでは今日はこの辺で。